なんか手紙があるみたいなんで読ませていただきます。大阪亮太くんへ、突然ですがお知らせです。革命を起こせのコーナーで、残りの回数大阪くんが勝っても、瀬戸さん4勝、大阪くん3勝で、大阪くんの負けが決定しました。ということで、負けた場合のとんでもないこと、本日、早速発動させていただきます。今日は、大阪くん一人で、ドルシア君のゲストの皆さんをお迎えしてください。誰だろう？誰だろう？もうなんかさっきから、すごい聞こえてますけど。俺は罰ゲームだ。俺は罰ゲーム扱いってことですね。そんなことはないと思うんだけどなっていう、なんか天の声が聞こえてますけど。まあ、とんでもないことは早速発動されてちょっとびっくりなんですけども、頑張って、お迎えしたいと思います。というわけで、大阪亮太、ボックスアウト！革命期バルブレイブ、ウェブラジオ、大阪亮太と福山潤と、ニャーマムの、俺超張った声。俺も張った。やった。なんで張る方向でいいんじゃん。はい、革命期バルブレイブ徳島春田役の大阪亮太です。はい、そして性格はウェッティだけど名前はアードライ、アードライ役の深水です。そういうの入れんの、そういうの入れんの、ハーノイ役の親だと思って。よろしくお願いします。用意してない、ない、ない。よろしくお願いいたします。MBS、TBS とかアニメイズマークで放送中のアニメ革命期バルブレイブを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。はい、ということで今回は僕とそしてドルシア軍から福山さん、宮野さんを迎えてお届けしております。どうも、罰ゲームです。罰ゲームです。罰ゲームは僕です。確かに僕らは混ぜるな危険でございます。その二人がスタートアウトまずいでございます。自分たちで言いますか。めんどくさいね。大変めんどくさいです。いや、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで早速アニメ11話が放送されたので、はい、11話を振り返っていきたいと思いますが、デーゲン、デーゲン、いやいやいや、11話ブリッツンデーゲンとか言っておりますけども、俺言ってましたね、はい、ブリッツンデーゲンしか言ってないみたいなところですね。どちらかというとブリッツンデーゲンしかだね、はい、仕事はそうです、そうです、はい、はい、それよりもどうですかあなた。はい、10話終わった後どうですかあなた、この1週間何してました。追求してみましょうか、ちょっとね、いや、もうなんか叩かれる覚悟はしてましたけど。何を届かれんだい、何を届かれんだい、なんか視界が、世界が変わるような感覚じゃない。むしろなんかさ、まあちょっとね、一人の人生を大きく変えてしまった。もう11話は衝撃ですよ。みんなが今まで春人くん頑張れ頑張れだったのが、春人なんでこったてめえ。もう、ね、これからの人生どうなっちゃうんだろう、ハルト君。ハルトもそうですしね、サキちゃんもそうですし。サキちゃん、ショーコもね、ショーコは今日、ショーコは残念ながらショーコさんはですね。マジか、俺超楽しみにしてたのに、瀬戸ちゃんと喋るの。でもあいつ、瀬戸ちゃんと二人だけの会があるんだぜ、このラジオ。はい、たまに。ゲストが、来なかった時は。お前ちょっと、ふざけんな、お前。初めてこうやって僕らは、ラジオで喋るわけじゃない。大阪くんと。ちょっと今日はね、様子を見てね、行くかなと思ったんですけど、お前、お前ふざけんなよ、お前。いきなり怒られてますね。ほんとだよ、ほんとだよ、もう、瀬戸ちゃんと二人きりどういうことだろう。ほんとだよ、なんだよ、お前。内容はないんですよね。とりあえず、ノープラン。まあ、でもしかし、ハルト君は本当にですね、いろいろと気を回した結果、はい、大人からの経験則で言いますけど、はい、一番女性を傷つける行動を取ってる。マジですか。それは優しさじゃないよ。優しさじゃない。どちらかというと、自分への優しさ。自分を守りに入ってる感じがする。そうだよ。いいことだけ言って、なんとか嫌われないようにみたいなことってことですか。いやいや、責任を取ると言ってるけど、それは一体何に対する責任なんだいって。そうだね。そうですよ。おい、順序、大人イエーイ。すごいリアルな。そうです。福山潤、当年とって34歳、現在童貞です。ふざけんな。わおわお。なんかね、もう本当にすいませんでした。大丈夫、もう大丈夫。先週から謝ってばっかりな気がしますけど。そうなんだ。はい、もう10話の時でもいろいろ謝りました。主に瀬戸さんに。だってさ、10話の時もそっか、ラジオ。うわぁ、そうだよ。しかも11話で、あなた、翔子があんなに大変な中、最後なんて言いました？麦野咲さん、僕と結婚してください。そうだね。いやー、
こういう皮肉なもんでさ、うん、その、まだこう、うん、アニメの中では、うん、ハルトとショウコはね、その事実をね、うん、交わしてないわけですけど、うんはい、ラジオでは、はい、瀬戸ちゃんと大阪くんはそれを話さなきゃいけないわけでしょ。そうですね。苦しいねー苦しいねーこれって、ある意味の修羅場だよね超後ろ場でしたよ。もう始まりがだっておつやみたいになるんですよ。いやもうだってさ、切ないよそりゃ、本当そうですよ、女性の立場からしたら、ね。本当に7話からずっと、はい、アイナちゃんが、やっぱり、うん、ね、うん、亡くなった時に、うん、もうおつやセットになるのを分かってますから、うん、それがずっともうそこから怒涛の展開すぎて、全部引きずっちゃって、うん、まあ今日は、うん、お二人が、なんとか明るい方向に持っていってくださってるのが、うん、ありがたい。なるほどね。一応これ明るいんだ。テンションだけは明るいんだね。ボコボコに叩かれてる。なるほど。でもさ、叩かれるって言っても男からしたらね、やっぱりね、今の、なんだろう、ハルトの状況はですね、うん、羨ましいものもありますよ。なるほど。まさに、ああ、いいな、つってね。というわけで、そんな革命期バルブレイブ。ふざけんなよ。ごめん、ごめんね。おい。ごめんね。行きますよ。お前に、おかしい客乗っていくんじゃねえぞ。おやじだもん。この野郎が。俺のマイク後ろ行きましょう。第11話を、一言で表すと、ブリッツンデさて、今回のバルブレイブラジオは、アードラ役の深山純さん、はい、ハーノン役の宮野守さんをお迎えしてお届けしております。はい。まあ、実はこの番組、ドルシア軍側の方がゲストで登場するのが、なんと初となります。今までジオール側が、そうだ来てたんです。はい。この間は、良平さんが来ていただいて、エルエルフもね、割とジオール側なんで。そうかそうかそうか。はい。というわけで、今回は、ドルシア側から見た革命期バルブレイブのお話を聞いていけたらと思っております。あらららら。というわけで、アードライとハーノイは、まあ、1話から、登場しますね。登場しておりますけども、まあ、基本的にはジオール側の目線でね、物語が進んでおりますけども、なんか、ドルシア側から見た、バルブレイブっていうのは、どんな感じで思われてますか？まあ、結局ね、我々がバルブレイブが一体どういうものか、基本知らされてはいないと思うんですよね。まあ、本当に上の命令に従って僕らは、うんうん、パーフェクト・オン・アビーなんて。そうですよ、そうですね。スーパーエージェントと英語風に言うけど、まあ、我々ドルシアから言ったら、はい、パーフェクト・オン・アビーですから。はい、ナミですから。やっぱりそこの、やっぱ、そのまあ、戦争における、うんうん、戦闘がね、やっぱメインになってきますよね。そこはちゃんとやっぱり、その、自分のポリシー持って戦ってますけどね。そうです。やっぱりそれぞれがね、そのカルルスタイン機関で育てられた、それぞれのバックボーンを持ちつつも、まあ今はその一つの目標に向かって、っていうふうになっているんですが、何やら一筋縄ではいかなさそうですよね。まあそれぞれキャラクターも立ってることですし、そのスピンオフ的なお話もね、もしね、今後ね、あったらね、見てみたいな、という気はしますね。そうですね。はい。まあアードライといえばね、エルフに対する執着心が。そうですね。今まで結構見えてますけども。ずっともうエルフのことばっかりですからね。そうですね。仮に、アードライ目線で、はい、視点でアニメが描かれたら、はい、もうずっとアイリスアウトの丸絵だけで、はい、アードライの視線がこうエルエルフしか映ってない状態になりますから。嫌だよ、そんな。誰も出てこない。うわもうそんな毎週嫌だよ。もしくは、エルエルフだけがはっきり見えてて、他がぼやけてる。嫌、はい、だよ。なんぼかし入れてるカメラで撮影したみたいな。ね、ロケみたいな感じなんで。なんか、監督から、うん、アードライはこういう役だみたいなお話とか聞いて。あ、そういうのは基本的にはないですね、今のところ。そうなんです。だから、僕も、いただいてる台本とか、うん、あと、オーディションとかも含めての、いろいろ資料とか事前にもらうじゃない、はい、ああいうのとかで、やっぱり物語がどこまで描かれていくかって、オリジナルの面白みもあるからこそ、うん、変に情報を確定させないで、うん、今分かってるものと自分が、はい、そのうち描かれていくであろうっていうもののピースを考えていこうっていうのが、これ、結構ね、オリジナルもののサブキャラをやる楽しみでもあるから、あんまりね、監督に答えを求めないようにしてて、ただ、彼の立ち位置として、例えば一人称とかの置き所であったりとかって、そこの部分をどうするのかとか、で、言葉だけじゃなくて、そういったものとかで、彼がどのような視点で、物事を考えてるのかっていう、そこだけの確定だけは、初めのうちに監督と相談させてもらったのはあるけれど、今後どうなっていくかも含めて、彼の細かいバックボーンは、いや、わざと聞いてない。うん。じゃあもう自分の思ったままやってみてってことですか、ね、うん、だってこういうショッキングな作品でしかもオリジナルで、うん、やらせてもらう機会ってそうそうないじゃない、はい、だったらそういった部分も楽しみたいから、一個一個自分で、いろんな枝葉は考えつつも、出てきたもののピースをはめてって作っていくのがいいなって。
なるほど。そこで直面した時にリアルな反応出せますしね。ね。先を知らなかったがゆえに。特になんか、ほんと現場で、まあ、正直、ふざけ半分ではあるけども、誰が死ぬか誰が死なないかみたいな話もするじゃないですか。それって本当はすごく重要で、そこに自分たちが、知っちゃってたらもう、その死に向かうお芝居をもしかしたらしちゃうかもしれないけど、そうじゃなく、やっぱりその瞬間瞬間僕ら生きているし、その戦争っていう、その、いつ何かどうなるかわからない状況に身を置いてるっていう、その、ハラハラ感というか、格好みたいなものがやっぱり常に現場で流れてるんじゃないですかね。ね、オリジナルもの、ね、独特の、だから我々の間にその描かれてる分数が少ないけれども、起こったこと、例えばハーノインダンとかね、姉さんとちょっとね、僕、ありがとうございます。ああいうものが出てくるね、伏線みたいなのが出てくると、おい、どうなっちゃうのっていう、ちょっと心配な面もあるけど、いいな、おい、みたいな。そうなんです。そこでもしかしたら、この二人がどうにかなって、どうにかなっちゃうのかなみたいな。片方がどうにかなっちゃうのかなみたいな想像を張り巡らすのが楽しいんですよ。ね。で、実際違ったら違ったで、あ、そうだったんだってなるし、でもそこでやっぱり、その自分たちがその、自分のキャラクターを愛する、材料にもなるし、どん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 こう想像を膨らませて、この作品を楽しんでるじゃないですかね、その。ということは、宮野さんもあまり監督には、その辺の詳しいことを。そうですね。その重要なその性格のキャラ設定をしっかりと固めたら、あとはもうその現場で起こるその瞬間瞬間しっかり声出していこうみたいな感じですね。なるほど。はい。それではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきたいと思います。神奈川県からいただきました K さんの、お便りです、ドルシア特にアードライが好きです。ありがとう、ありがとう。ですがロボットものは死んでしまうキャラが多いので、みんなが生き残れるのか毎回心配です。心配、ね、収録が済み誰がどうなるか分かっていると思いますが、自分のキャラ以外でこいつには特に生き残ってほしいというキャラクターはいますか。いや、やっぱりね、サンダーはね、本当にね、俺思うの、あいつ、いいやつじゃん。そうですね。すごくいいやつじゃん。でもあいつ絶対ヤンキーじゃないと思うの、俺。あいつはいいやつです。いや、ほんといいやつ。ずっと、だって11話でもノブのね、赤丸してたじゃん。だからあいつ。自分の愛機にもね、名前をつけて、ノブの名前をつけて。ノブライトニング。ノブライトニングですね。なんか切なくなっちゃった、俺あのシーン見てたら。そう、宮野が横で切ないねって言いながらね、11話見てたのに、俺が、でもノブライトニングっていう圧倒的なこのダサい名前のおかげで、ノブっていう名前で、ノブのためにつけたんだっていうのが全然こう、入ってこない。そっか。あんまりいい話になってないんだ。そうそうそう。あいつが、ノブライトニングなんですよ。何若干中二感出ちゃう。それでもなんか毎回、クーフィアの話とか。そうですね。俺はクーフィアが大好きだから。僕らクーフィアが大好きだし、カジ君が大好きだ。そうね。だからね、やっぱりクーフィアがどういう風になって、クーフィア？クーフィア！クーフィア！みたいな。殺さないでくださいよ。ここまでがワンセットでカジ君がね、いつも突っ込んでくれるわけでございますけど。もうついつい便乗してしまうんですけど。いや、やってみるといいよ。楽しいから、超。何ですか？超楽しいから。なあ、クーフィア。クーフィア。おい、クーフィア。おい、返事してよ、クーフィア。だから殺さないでくださいよ。あ、ここまでがね、来たら。そうです。毎回、ナレーションとかでね、カジ君がね、僕はね、やらせていただいてありがとうございますけども。はい。そして続きまして、ハーノインにナンパされたいさんからいただきました。しちゃいしよ。私はドルシア軍の中で一番ハーノインが好きです。かわいいね。なんと君かわいいね。そういうキャラでしたっけ。君かわいいよ。なんと言いますか、割と変わったエピソード方の多いドルシアの中で、一番いい意味で普通の感じが大好き。でも、普通であるがゆえに、もしかして戦闘で、とか、今後の展開では、という、普通っぽい感じが、デスフラグっぽく思っていて、とても心配です。出たー、死亡フラグー。ハーノインはできることならば、クリムヒルトさんと幸せになってほしい。でも、的を射てるかもしれない。その、普通すぎるところがあるからこそ、その、男女の関係がちょっと見え隠れするんじゃないですか。しかしな、クリム姉さんと、そういうシーンは、羨ましい！ありがとうございます！ありがとうございます！だって、抱いてお願い抱いて。いや、もう楽しいですよ。だからもう、姉さんがいてくれるだけで、もう僕の人生は。ホットホットですよ。はい。じゃあ、クリムヒルトさんのために動いてるみたいな。まあ、これ、それはどうなっていくかはまだね、描かれてないので、今後まだ、そこの関係はまだわかんないですけど、今ちょうどね、その、ハーノインが、こう、一方的に近づいてる感じはありますよね。というわけで、はい、皆さんメッセージありがとうございました。あざす。引き続き作品の感想や質問メッセージお待ちしております。はい。大阪亮太と福山潤と宮野守のハルトはないブリッツンダーゲン。
はこちらのコーナー、戦災機春ナイーブ。何？このコーナーでは繊細なリスナーさんからの繊細自慢を募集、それをただひたすらしんみりと紹介していて繊細な奴らのたまり場なんですけども、今回はドルシア君から、強靭なお二人を、俺たちだって繊細だって言うのだよ。ただね、俺たちはねパーフェクトナミーだから、パーフェクトナミー、そんなパーフェクトアーミーなお二人をゲストにお迎えしているということで、ただただしんみりするのではなく、最終的には繊細な奴が強靭な奴にパーフェクトアーミーになれるようなアドバイスをしていきたいと思います、はい、ブリッツンデーゲン、ブリッツンデーゲン、ブリッツンデーゲン。というわけでファイナルアンサーみたいな言い方しないでください。ブリッツンデーゲン、ファイナルアンサー的に使わないでください。すいません、ちょっと僕らのブリッツンデーゲンをほんまになんかちょっと会に一回促されたよね。もうね、促された感ありましたけど、そんなメッセージを紹介していきたいと思います。ブリッツンデーゲン、ねえ、確かに返事じゃん。めっちゃ不服やん。万能な言葉ではないはずなんだけどな。ハルトもエルエルフも大好きさんからいただきました。ありがとうございます。私は繊細な部分はミスをしたりするととてつもなく落ち込み、それを次の日まで引きずります。テンションマックス666から一気にマイナスまで落ちるくらいです。普段元気で極端だよね。多少のことではへこたれないんですが、一度へこむととにかく引きずります。 AB 型かな。 AB 型だよね。テンション上げる方法、へこんだ時に上げる方法を教えていただけると、テンション上げる方法、ハルトもエルエルフも大好きさんは喜ぶと。魔法の言葉知ってるよ。魔法の言葉、だからテンション下がってるんでしょ。はい、テンション下がってる時にその一言言うとすげえテンション上がるから、じゃあそれ聞かないでもいいですかね。ね、あえてそれ聞かなくても別に。そうだね、あ、そうだね。あれ、新しい、聞かない、聞かない、こんだけ振っといて、うん、答え、みんなの中で探していくべきだよ。次は自分で頑張れって感じ。頑張れ。はい、続きまして、アートライの左目になりたい葵ちゃんさんからいただきました。おー、マニアックだよね。お父さんだよね。無理やり。私はアートライ、私は革命家バルブレイブをアートライ視点で見てしまいます。おー、アートライが今どう思っててどんな気持ちでいるのかなど考えてみて、アードライの代わりに心が痛んでます。必要以上にキャラクターに感情移入してしまうんです。繊細というわけで、誰目線でバルブレイブを見れば心が傷つかないのか、一番心が強いキャラクターは、一番心が強いキャラクター、イクスじゃない。イクス、そうだね、イクス、イクス、なんかどんなにこう作戦失敗してもこう、神様、神様みたいな感じ。さすが神様、さすが神様、次の命令ちょうだい、次の命令ちょうだいって感じでしょ。失敗したら私のせいだ。だから神がいいとこ見たらさすが神様って。だから傷つかないかもしれないですね、イクスに。切り替えがすぐできる。自分がこう落ち込んでも神がいいことすればそれ、そうそう、ああ、神様、さすが私のミスを帳消ししてくれた。ああ、いい、いい。僕的になんかハーノインかなと思ってたんですけど、ハーノインはちょっと繊細ですよ実は。おう、うん、どういうところが、ちょっとどうやって声かけようかとか考えてますから、女の子、実は女の子に対してシミュレーションすごくしてそうな、ね、すごいしますから。練習大好きでさ、なるほど、それはちゃんと考えてるわけですね、あとクーフィアかな、そうだね、うん、あ、クーフィアはね、確かにクーフィアは、うん、あとクーフィア目線、もうやるかやらないかしか、確かに何もほとんど考えてない感じですもんね。というわけで続きまして、お前が一番ひどいこと言ってから。続きまして、せいちゃんさんからいただきました。自分の繊細な部分は英語が苦手なのもあるのですが、外国の方から話しかけられた時固まってしまい、何も言葉が出てこないことです。よかった。というわけで、まあ外国人に話しかけられたらどうやって切り抜けるか、ああ、どう教えていただきたい。俺も結構よくあるんですよ。なんで、あの、なんか知らないんだけど、あの、欧米の方には一切話しかけられないのに、あの、アジア人の方にはよく道を聞かれるのね。だから大体俺英語で喋ろうと思っても英語喋れないから、大体道聞かれたらフォローミーっつって現地まで連れて行く。かっこいい、かっこいい。大体今まで過去3度4度ぐらい連れてったけど、確かにそれはいいことだね。でもああいうのってさ、困るのが英語でろくに使えないから、どうやってやるかっていうと擬音が増えるね。へぇー。ゴスレッツ、ドゥーン、ライツ、ドゥーン、ライツ、ドゥーン、ズーン、歩くことをドゥーンって言うんだよ。よくわかん
んない擬音が増えるのに。はい、ゴーストライト、ズーンって。ライトライトなんか大阪のおちゃんが、あそこビャーって言って、ビャーってガーッて、ビャーみたいな。そんな感じ、そんな感じ。でもそう、英語喋れないのに、あの、外国の方から声かけられたら、別に対策なんてないよね。ないね。うん。もうだから、Don't speak Japanese じゃない。English って言うしかないよね。ないね。うん。あとはもうジェスチャー。ああ。でもなんか道聞かれてるのかどうかすらわかんない時あるじゃないですか。地図とか持ってなかった場合。うん。何言われてるかわかんない時とか。うん。どうすりゃいいのえ、なるほど。ジェスチャーの笑いでごまかせ。じゃあ案内はしないってことですね。泣きそうになるってどうすりゃいいのジャパニーズ。I'm Japanese. いいな。ちょっとさ、ジャパニーズ。アメちゃんくれるかもしれない。あ、もうこの人に聞かないとこって思う。ごめんね、ごめんね、つって。ジャパニーズだから、みたいな。日本語混ぜながら。ジャパニーズだから。もう。僕、じゃあ、それ、そうね、それでいきましょう。それでいきましょう。それでいきましょう。じゃあ、続きまして。ミーさんからいただきました。ありがとうございます。私の繊細なところは、人に飲み会や遊びに誘われて断った後に、気にしてしまうところです。断った後に。お金がなかったり、用事があったりして、誘いを断ってしまうとき、なんとなくいつまでもモヤモヤしてしまいます。もうこのモヤモヤを消すにはどうすればいいかと。あー、なるほどね。いけば。まあ、そのお金がなかったり、その用事があったり、その別の用事があって、いけない、ちょっといけないんだって日に、別の用事があるのに落ち込んじゃうの？もうやめます？別の用事は。ああ、なんかせっかく誘ってくれたのにいけなかったな、みたいな。じゃあその、あ、付き合い悪いなって思われてんじゃねえか、みたいな。そう、ちょっと深読みしちゃって、勝手に落ち込んじゃう。確かに確かに。そういう、お金がなかったら、じゃあ解決策あるよね。お金ないんですけどいいですかつって。そう。もう、お金ないときはもうそれだよ。うん。それだよ。で、用事があるときはその用事断っちゃえばいい。お？うん。ほんと？うん。断っちゃえばいい。用事の方を断っちゃえばいい。断っちゃえばいい。飲み会に参加できるじゃん。うん。落ち込まなくて済む。あ、なるほど。ただ、その、断った人になんか落ち込んだりそうですよね。その、断った人にはどうするんじゃ。え？物？そんなこと必要かな？物いな意見が。すぐしどろもどろって何なんですか？あのね、もう白鳥の上げてるもんだから。自分で言うためにピキピキピキっつってね。揺らされたらドボンですよ。ウェイだって。ウェイク結局繊細なのは変わってない。もう丸分かりのウィークポイントついてくるっていう。だから、その、絶対その、断った相手がいるじゃないですか。次自分から絶対誘うっていうのをやればいいんだよ。なるほど。そうすれば、嫌じゃないんだってことは伝わるじゃない。あ、しょうがないんだって思ってもらえるから、その時はね。ただ、次絶対誘う。自分が用事がない時って。あと、メールで謝るとか、今日行けなくてごめんねとか。うん、それは違う。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 ちくしょう。というわけで皆さんメッセージありがとうございました。大阪亮太と福山潤と宮野真守の春とはないブリッツンダーガン。続いてはこちらのコーナー。各命名機ネーミングライツ。リスナーさんから自分のラジオネーム、今呼び名のない現象など、名前を付けてほしいものを募集。エルニーニョ。それを僕たちが、各命名機となって、名前を付けていきたいと思います。ちなみにお二人、自分の持ち物に名前付けたりとかしたことありますか？あ、持ち物？持ち物に。昔なんかやったことあんな。なんか、例えば、自転車とかあるじゃないですか。そう、自転車。自転車。なんか名前考えたけど全然覚えてない。付けたことは覚えてる。付けたことある。なんて名前ちょうど僕が小学校の時とかにさ、小学校、中学校ぐらいでさ、ヤンキー漫画があってさ、それの主人公乗ってるスクーターがネオチャベス号って名前だったから。ネオチャベス号。だから、なんかそういう名前付けたいなと思って無理くり付けた覚えはあるけど、なんだかもう全く覚えてない。あ、なるほど。宮野さんはいかがですか？なんだろうね。自分のものに名前って付けたことあんのかな？わかんないや。一番付ける可能性高いっていうのはやっぱ子供の頃じゃないですか。ドラクエには自分の名前付けるけど。マジで？マジで自分の名前付ける口？自分の名前付ける派。わお。勇者守る派。マジで？名前、主人公の名前は？主人公の名前がデフォルメでない場合は自分の名前付けます。わお。
もう絶対自分の名前。すげえ。え、つけないですか？ずっともう自分の名前つけらんない、俺。うん。なんでですか？わかんない。なんか自分の名前、俺は今このキャラに投影してるってことは、俺の中の成長願望とかそういう許容入りたい気持ちがあるんじゃないだろうかって落ち込んじゃうから。メリコ、メリコ。もしメリコ。では、紹介します。ニアパインさんからいただきました。ありがとうございます。胸の大きいのを巨乳、放乳、うんうん、あまりないことを貧乳、と世間では言われていますが、その間、ちょうどいい感じの胸は何と呼べばいいですか？過去はない。おー。ちょうどいいの、大きすぎず小さすぎずっていうやつですね。はい。はー。まあ、こちらですね。名前を、まあ、三人でつけていくんですけども、うんうん、何々の何々の何々みたいな。何々の何々の何々、難しいね。あ、冠があるのは何々の何々の何々。まあ、のはつけなくていいんですけど、何々、何々、何々みたいな感じでもいいんですけども、三人で、みんなで一緒に一つの名前を使っていくっていう感じになると思いますよ。というわけで、くじ引きで。でもさ、巨乳とかでしょ？貧乳とかでしょ？うん。それ三個でできんの？へぇー。あ、これ順番を決める。うん。はい。はい。はい。じゃあ、順番を確認しましょう。はい。せーの。はい。あー !1 番。2番。というわけで、落ち、落ち。スタートしたとこだ。え、これ3枚でどうやってやるんだろう？どうやんの俺。ちょうどいい感じだもんね。え、これでも。変な話、ニューでいいんじゃない？ニュー。そうか、岡山さんもうニューでいいんだよ。そうだよ、ニューでいいんだよ。俺は逆に俺らになんか、これ。俺ニューだよ。そうだよ。あ、もう先に言ってくれ、俺ニュー。嘘だね。あ、で、逆に俺が難しい。これ。だって、もう、その人、一番上がちょうどよかったらもう、つけられないですもんね。じゃあ、宮野さん。よし、大丈夫ですか？で、大丈夫です。はい。じゃあ、ちょうどいい感じの胸は、何と呼ぶか、その名前は、手のひらに、ちょうどよく収まる、敵乳。手のひらなんだね。手のひらにちょうどよく収まる敵乳。ちょっと長いけどね。あ、いいじゃないですか。巨乳、貧乳、その真ん中は、手のひらにちょうど収まる敵乳。いや、いいや、いいですね。男子らしい答えが出た。敵乳、ちょうどいい。さあ、続きまして、ムーさんからいただきました。正解出しちゃったね。いいね。プラモを作っているときに、うっかり小さいパーツをなくしてしまう現象に名前をつけてください。ああ、これありますね。あります。現象ね。あるある。本当にないよ。本当に関節部分よくなくすんだよ。うん、ありますね。なんかやっぱり、作り慣れてない人って、パーツの順番ごとに切らずに、一気に全部切ってる人いるんですよね。で、説明書捨てちゃうんだよね。そうです。なるほど。絶対作れないっていうね。ものが。引きます！まあ、順番決めましょう。はい。ああ、1番。うわぁ一緒だった。ちゃんと切った？僕2番ですね。ちゃんと切った？どういう方向性でいく？どういう方向？どういう方向？どういう方向？現象、現象。説明する方向なのか、ちゃんとしたバチッとしたネーミングなのか。そうですね。現象の名前ですから、バチッとした方がいいんじゃないですか。バチッとした方がいい。じゃあもう、俺で決まるね。俺の最初の出だしだけ。そうやな。そうやな。何を決めるんだっけ？ちっちゃいパーツをなくしてしまう現象。いきますよ。はい。そんなあなたの、小さいパーツをなくしてしまう現象の名前は、プラモニック、ロスト、ヌルッポン。決まりました。プラモニックロストヌルッポン。なくした感ありますね。はい。なくした感。はい。ぜひ使ってください。はい、使ってください。続きました。よう出たの、ヌルッポン。えらい。みなこりんさんからいただきました。はい。今回お名前の付けてほしいもの。それはズバリ、私のテニスラケットです。うん。今まではなんとなく、春に買ったから春子でいいや、と簡単に聞いてました。本当に簡単だ。それじゃ、それ！うん。あるじゃん！あるじゃん！あるけど、ちゃんと、ちゃんとした、ちゃんと考えた。おぉ。単純に考えたやつですね。ちゃんと考えても。僕は今回のラケットで4代目なのですが、そろそろ名前もネタ切れで困っています。私はいつも物を大切にするため、愛着を持つため、名前を付けるので、ぜひ皆様の力をお借りしたいです。ああ、4代目ね。春子さん。4代目テニスラケットね。はい。じゃあ、よし。マジか。うわ、俺何で1番なんだろう。方向性いつも決まる。宮野が1番、俺が2番、福山が2番、大阪が3番です。うわ、難しい。2番難しいな、これ。1番
どういう方向性でいこうか。ラケットの名前。要するにラケットだから、欧風でいくのか和風でいくのかね。やっぱりね。そうですね。でもテニスですから。まあでもほら、やっぱりそういう獲物ってのはさ、あの、なんか魂みたいなものがあるじゃん。妖刀村正みたいなものもあるしさ、ね。物干し竿的なものもあるしさ、もう、なんか、欧米風にはなんとかブレード的なものもあるわけですよ、ね。どういう方向で行くかだよ。うん。どういう方向で行きましょうか。オッケー。うん。お。行きますよ。皆さんが先導してくださるということで。というわけで、そんなあなたの、テニスラケットの名前は、クワトロ・ハルコニア・ハイパーボー。4本目だからね。クワトロ・ハルコニア・ハイパーボー。ボーカボーナーの会みたいな、最後ね。うん。いいね。いいですね。いいですよ。お掃除がよくできそうな。お掃除が剥がされそうなね。クワトロの後にハイパー。それでは、続きまして、人間やめましたさんからいただきました。やめないで。やめないで。先日修理に出していたスマートフォンが無事帰ってきたので、お二人に生まれ変わった我が愛機にかっこいい名前をつけてやってください。見た目は赤と黒のバルブレイブ1のような感じです。よろしくお願いします。スマートフォンね。スマートフォンのその名前ね。よいしょ。でで。はい。でで。急転直下。うわ。僕一番です。はい。それで福山二番です。おい、スマートフォンの名前？スマートフォン。でもこれ二番結構難しいな、二番な。意外と難しかったりするんですよね、ものによっては。そんな。これ難しい。赤と黒のフォンじゃない。そうだね。俺もフォンじゃない。もしかしたら。うわー、マジか。もう全然思い浮かばないので。あ、もう全然思い浮かばない。ヒントはヒント。バルブレイブのような色合い。色合い。あ、でも、かっこいい名前って言ってくれてるんで、かっこいい名前をつけた方がいいのかな、もしかしたらね。バルブレイブっぽい名前がいいんじゃないかなと。おバルブレイブっぽい名前？バルブレイブっぽい名前。オッケー。バルブレイブっぽい名前。なんだ？おー。オッケー。わかりました。じゃあ、そんなあなたのスマートフォンの名前は、バルスマートカルルサインデーゲン。もうデーゲン言っとけばいいみたいな。でも3つの要素が入ったからね。あったバルブレイブっぽい。ちょっとね、本当にね、もうデーゲンって言おうと思ってます。というわけで、皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。大阪亮太と福山潤と宮野真守の春とはないブリッツンデーゲン。バルブレイブインフォメーション。このコーナーでは革命機バルブレイブに関する最新情報をお知らせしていきます。イエーイ。まずは革命機バルブレイブブルーレイ &DVD 情報です。イヤー。第1巻がいよいよ今週6月26日に発売となります。完全生産限定版はディスク3枚組。第1話第2話を収録した本編ディスクに加え、放送前に行われたイベントのダイジェスト映像を収録した特典 DVD とオリジナルドラマ CD 第0話革命の夜景がついてきます。やったー。こちら第0話ドリシャグの皆さんも出演されております。やったいや、もうドルシアがメインと言っても過言ではないぐらいのドルシアの濃さでしたね。本当に過言ではないなと思います。まあ日常とはちょっと違うかもしれないけど、日常がやっとドルシアのなんかあの4人たちの会話がこうだったみたいなね。そうそうそう、4人っていうかエルルフ入れて5人か。そうですね。そういうこと。細谷義政あれはドスケベやな。そうや、あいつ虎視眈々とむっつりやった狙っとったで。あいつはむっつりやった。あのエクサインがお笑い大好きや。あいつメガネをこうかき上げる芝居しとったで。アフレコなのにやね。そう、メガネかけてないのにやね。そんな感じで楽しみにしていただきたいなと思っております。はい。この他にも特製ブックレット、ピンナップポストカード、キャラ紹介カード、キャラクターデザイン原案星野桂さんによる書き下ろし収納ボックスなど豪華特典が満載です。さらにイベント優先販売申し込み券の封入も決定いたしました。革命機バルブレイブスペシャルイベントは9月29日日曜パシフィコ横浜で開催。パシフィコ、はい、パシフィコ、キャスト陣とアーティスト陣が大集合いたします。ぜひ楽しみにしていてください。ちなみにチケットはバルブレイブにちなんで、そう、あの数字6666円で67人。うわーい、
そして続いてフェア情報です。全国のアニメイトとアコス各店では6月30日日曜日まで革命期バルブレイブフェアを開催中。そうなの？期間中バルブレイブ関連の DVD や CD キャラクターグッズなど購入または予約すると特製ステッカーがもらえます。嬉しいね、嬉しいね。以上バルブレイブインフォメーションでした。お疲れ。ありがとうございました。革命期バルブレイブウェブラジオ、大阪亮太と福山潤と宮野真央の春とはライブリレッツンダーガンエンディングの時間でーす。はーい。今回は福山潤さん、宮野真央さんをお迎えしてお届けしてきましたが、はい、いかがでしたか。いや、むしろ聞きたいよ、うん、俺ら二人はどうだった。どう映った君に。いや、でも、あの、予想以上に叩かれなくて僕は本当に楽しくやってます。叩くわけだからね。ありがとうございます。同じ男じゃないか。あの、分かってくれますか。大好きっちゃ大好きっちゃどこの人だ。ちょっと名古屋っぽいから入ってきましたけども、いやいやいや本当に楽しかったです、うん、ありがとうございます。いやこちらこそ、ね、さすが、さすがだね。もう大坂くんが何が偉いって、うん、ちゃんとストップウォッチを使ってるって。すごい。あれ、もう時間全く気にしてない。いや俺もさ、したことがない。ないね。一応ちょっと気にしようかな。しっかりしとるわ。いやいやいや、ありがとうございます。恐ろしいわ。恐ろしい。大成するで自分。ありがとうございます。頑張り。斜めの体勢で言ったね。親戚のおばちゃんみたいなやつ。痛い痛い痛い。そういうわけでこの番組次回は7月1日月曜日に配信となります。次回毎週放送としては最終回となって、残念ながら俺らのその顔伝わんねえ。確かに。というわけでアニメの第1期も残りあと1話ですよ。はい、アニメもね。いやー早いですよ。いや、まさかまさか、あの後どうなるんでしょうか。ねえ、まさかあの1話で全てが解決すると思わなかった。ありえません。言っちゃっていいのかなこれ。いやいやいや、楽しみですよ。楽しみですね。はい、さっき福山さんが言った通り、解決するのかどうか、どうなのか、どんな物語になっているのか、ぜひその目で確かめてください。ということでここまでのお相手は徳島春太役の大阪亮太と、アートレイ役の福山潤と、ハーモン役の宮野真守でした。ブレイズンダーガン。